雫、ずっとメッセージ読んでない。電話も出ないし。そうよね。私、最低なこと言っちゃったんだから。アイドルどころか、友達、失格じゃない。メッセージ、もしかして雫？桃井先輩、今日は忙しいですか？また時間ができたら、練習を見てもらえると嬉しいです。みのり、そうよ。みのりの特訓の続きを見てあげないと。でも、アイドルとして必要とされなかった私が、みのりに教えて、本当にいいの？え？やっほー！会いに来たよー！なに？今の声、誰？じゃんじゃーん！みんなのアイドル、りんちゃん参上！え？なんで私のスマホにりんが？それはもちろん、アイドルだからだよ。アイドルなら、落ち込んでる子に元気出してほしいって思っちゃうよね。会いに行きたくなっちゃうよね。それはそうかもしれないけど。それに、愛理ちゃんは本当は、アイドルが大好きでしょ？アイドルとして、なおさらほっとけないよ。あ、昔、愛理ちゃん言ってたでしょ？アイドルなら、アイドルを目指す子は、絶対に放っておけないものよって。私は。あのね、誰でも、ちょんぼりしちゃうことはあると思うの。だからそんな時は、私の歌を聴いてほしいな。私たちが、前向いて頑張ろうって気持ち、絶対に届けちゃうんだから。前を向いて。ありがとう、リン。というわね。アイドルって楽しいだけじゃないの。え？デビューして有名になっても思うようにいかないことがたくさんあるの。いろんな人の間でやりたいことがどんどんできなくなっていって。それでもみのりはアイドルになりたい？なりたいです。私はアイドルになりたいです。桃井先輩に昔どんなことがあったのか私にはわかりません。それにこの先どんな辛いことがあるのか全然想像もつかないです。でも自分で決めた道だから何があっても後悔しません。自分で決めた。そうよね。誰が何て言ってもそれでいいのよね。私がアイドルでいたいんだから。桃井先輩。私の方が元気づけられちゃったわ。私ね、前の事務所でバラエティタレントとして売り出した方がいいって言われてたの。その方針に反発して事務所を変えても同じことを言われたわ。アイドルとして活動するよりこっちの方がずっと長く芸能界で働けるって。でも私はアイドルでいたかったの。ステージの上からみんなに希望を届けたかった。なのに、業界からアイドルとして必要とされなくなって、ずっと苦しかった。でも、みのりを見てて気がついたわ。私がアイドルになりたいからなる。それでいいんだって。事務所のこととか、これからの仕事のこととか、まだ、どうすればいいのかはわからないけど、
それでも私は希望を届けられるアイドルになりたい。だからみのり、今日から私も一緒に練習するわ。もう一度ゼロから。今度は同じ夢を追いかける仲間として。ね。桃井先輩。さあ、アイドルを目指す者同士、一緒に頑張りましょう。いい？絶対負けないわよ。はい、よろしくお願いします。はい、大事な話があるんです。